ューして佐々木陽次また浮かせた中、これは入って先制はカターレ富山です。0対1、最後押し込んでいったのは2番の脇本か。脇本は今シーズン初ゴールです。今のシーンもう一度見ていきましょう。入ってきてこれファーサイド、最後脇本です。2番の脇本、今シーズン初ゴールでこれで0対1です。セットプレーからカターレ富山先制。一番遠いサイドにいた2番の脇本、立ち上がって喜びを爆発、そしてゆりかごダンスも見せました。